こんにちは、黄金の眠りシリーズ完結編、熱さの夢ですね。とても難しい任務でしたので、ぜひご確認ください。難しい場所は、特に、上の字幕で注意と入れておきます。それでは適宜、解説を入れておきます。前提任務などは、コメント欄をご確認ください。次の和室に向かいます。移動が長いのでカットします。会話後、また遠い場所に移動です。ここも近くまでカットします。急がなくてもいいのよ。いいのよ。ここから一番難しい場所です。急がなくてもいいのよ。ここは2つの装置が出た後、左の装置を起動します。右の装置は、前を向いてれば OK です。いざ。あっぱれでござるな。ここの黄色のも拾っておきましょう。そして、おそらく奥の青い光線に触れる必要があるかもです。いざ。まるで奇跡だ。よし、出発だ。冒険だ、冒険。
蛇を穴からおびき出すことができるのね。急がなくてもいいのよ。これで一つ目クリアとなります。続けて二箇所目に向かいます。ここは基本的に連戦していくだけですね。三つ目の試練が難しいかもです。よし。燃えろ。三つ目の試練に向かいます。ここがかなり難しいと思います。迷路要素のある場所では、ぜひ動画と同じ手順をお願いします。急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。どこで間違えたの？これほど美しき景色を見れば、おのずと旅がしたくなるものであろう。
ら拙者が草笛で一曲奏でよう。雨降る風の中、ふるさとを思う。拙者と故郷のつながりは、もうこの刀のみでござる。そして、ここから少し後の別の場所も、まだ難しいと思います。いざ。し、そして、ここからがまた、難しいところになります。西の場所から進めます。急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。今日も引き続きサボりましょう。調子が良くなってから仕事を一気に終わらせるわよ。こちらで一つ目の活性化となります。続いても活性化していきます。急がなくてもいいのよ。よし。
ここは風が止まったタイミングで、青い光を動かしましょう。でもいいのよ。ここからも注意の場所になります。初期配置からの最短手順です。すでに動かしていた場合は最後にお見せする形と同じにしましょう。下の字幕が全ての手順です。基本的に一回切り替えて一回操作の繰り返しになります。周りの風景もお見せしておきます。最後に脱出がありますが、これは何回もトライできると思います。最適な手順は、わかりません。行こう。会話などが多くあり、以上で完了です。長いお時間、ご視聴ありがとうございました。